ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢だよ。ジュラシックパークって知ってる？もちろん。確か映画だと、蚊の血に含まれる DNA から、恐竜を生き返らせたんだよね。思ったより詳しいね。ジュラシックパークは、生き返った恐竜が住む、テーマパークを舞台とした映画だね。実は今、恐竜ではないけど、ある古代生物を、生き返らせる計画があるのって知ってる？え？古代生物？そう、立派な牙があって、象みたいな。あ、マンモスかな？というかマリサ、そのヒントほぼ答えじゃない？えへえ？じゃあそのマンモスを、生き返らせよう、という、プロジェクトがあるのは知ってる？え、そんなことできるの？実は、ある研究者があと6年以内に誕生させる、と発表してるんだぜ。え、もうすぐ。え？じゃあもしかして、恐竜も生き返るのかな？残念ながら恐竜の復活は現実的じゃないんだぜ。そうなんだ。ただ、2020年に発表された論文では、恐竜復活の新しい可能性が示唆されたんだ。え、新しい可能性？なので今回は、マンモスがどうやって復活するのか、そして、なぜ恐竜が復活できないのか、について紹介するよ。ざっくり紹介すると、1、クローン技術でマンモス復活。2、遺伝子組み換えでマンモス復活。3、恐竜復活って本当に無理なの？この3本について、最新の論文を引用しながら、わかりやすく解説するよ。もしわかりにくいところがあったら、コメント欄で教えてくださいね。それでは早速、行ってみよう。実はマンモス復活プロジェクトが始まったのは、今から30年近くも昔、1996年なんだ。え、そんなに前から？そう。で、ちなみに1996年といえば、イギリスでクローン羊のドリーが誕生した頃なんだ。ということは、もしかして？そう、マンモスでもドリーと同じことを試そうと考えた。ドリーが生まれたなら、マンモスも生まれる気がするね。なんとなくそんな気はするよな。でも、結論から言うとこの方法だと、うまくいかなかったんだぜ。確かに、そんなニュース見たことないかも。実はドリーとマンモスでは、大きく異なるところがあったんだぜ。そもそも、見た目からして全然違うよね。確かにね。でも、見た目の違いはそこまで大きな問題じゃない。ドリーって、実は2匹の羊が関与してるんだ。この画像を見てみて。黒い顔と白い顔の羊？1匹は卵子を提供する顔の黒い羊。もう1匹は細胞を提供する顔の白い羊。ドリーを作るには2匹の生きた羊が必要なんだ。そうなんだね。あ、でも生きたマンモスなんていないし。細胞も卵子もないよ。そう思うでしょ？え、まさかマンモスの細胞があるの？実はシベリアの永久凍土から、28000年前のマンモスが発見されたんだ。あ、マンモスはたまに見つかってる気がする。そう、それ。このマンモスは2010年の8月に、シベリアのユカギルという場所で発見されたので、ユカと名付けられたんだけど、これまでに見つかっていたマンモスよりも、保存状態が良かったんだ。シベリアって、聞くだけで寒いよね。その場所は、世界最低気温の 71.2 度を1926年に、記録しているらしいよ。もはや想像できない温度。よくそんなところ探したなって思うよ。実は、2002年にも同じ土地で、マンモスが見つかってるんだよ。え、そのマンモスは日本にもゆかりがあって、2005年の愛知万博の目玉の一つになったんだぜ。へえ、なんかすごい。あとは、マンモスハンターの存在も大きい。マンモスハンター？マンモスの牙って高く売れるんだよ。象牙の代わりに、あと、世界各国の研究者にも売れるし。そんな裏事情もあるのね。実はね、まあ、そんなマンモスハンターの活躍もあり、保存状態のいいマンモス、ユカの細胞が手に入ったんだ。すごい。この細胞を採取した近畿大学の入谷教授は、これはすごい、前に採取した細胞とは色が違う、と言ってすごくこの細胞に期待したんだぜ。え、日本人なんですか？そう、マンモス復活プロジェクトは、世界で3件動いているんだけど、そのうちの1件は日本で行われてるんだぜ。なんだかすごい。教授によると、このユカの細胞から、抽出できた細胞核は43個、二度と手に入らない可能性もある超貴重なサンプルだ。二度と手に入らない可能性もあるって言われると、緊張するね。実際、最大限の準備をしてこの細胞を扱ったらしい。ドキドキ。ここでおさらい。羊のドリーは顔の白い羊の細胞核を、顔の黒い羊の卵に入れたよね。あ、あれ？お、何か気づいた？マンモスの卵がない。そうそう。じゃあ、入谷先生はどうやってマンモスを、復活させようとしたかというと、象の卵にマンモスの細胞核を、移植しようとしたんだ。え？どういうこと？確かに象とマンモスって似てるけど、違う生き物だから、難しそうだよね。無理でしょ。実はマンモスと象って、遺伝子的には 0.7% しか変わらないんだぜ。0.7%？
ってそれってどういうことですか？ラバって知ってる？ラバ？ラバーカップの略ですか？え？何それ？あ、トイレのスッポンのことだよ。知らんわ、逆によく知ってるね。で、ラバって？ラバっていうのは、ロバと馬の子供のこと。え、そんな生き物がいるの？そう、これだね。イシコウハイって言うんだけど、ライオンとトラの子供のライガーとか、イノシシと豚の子のイノブタとか、何種類かは存在してるんだ。え、知らなかった。で、ロバと馬って遺伝子的には 3% 離れているんだ。確か、マンモスとゾウって 0.7% でしたよね。そうそう、そう聞くと、なんだか生まれそうでしょ？マンモス。確かに。ま、厳密には遺伝子的な距離と、子供ができるかは関係ないんだけどね。ちなみに人と猿との遺伝的距離は 1.5% だけど、その計算の仕方ってどうなの？って意見もある。そうなんですね。遺伝的距離について、もしもっと詳しく知りたい方は、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それで、マンモスの細胞核を象の卵に入れたら、どうなったの？マンモスは生まれたの？実はこの方法だとうまくいかなかったんだぜ。というかそもそも、象の卵にマンモスの細胞核を、入れられなかったんだぜ。え、なんで？それには理由が3つあるんだ。めっちゃ理由あるね。一つは象って絶滅危惧種だってこと。絶滅危惧種の卵を使って、しかも代理母にするなんてことは、倫理的に難しいよね。なんだか、世界から怒られそう。二つ目は、やっぱりマンモスの細胞核の、DNA 損傷が大きすぎたことだ。この動画を見てみて、これは、マンモスの細胞核が、細胞分裂の途中まで進んでいる様子だ。これ、マンモスの細胞核なの？そう、まさか2万8千年前のマンモスの細胞に、生命反応があると思わなくて先生方も大興奮したそうだよ。ちなみに入谷先生によると、抽出できた43個の細胞核のうち、5個の細胞核でこの反応が見れたそうだ。ただ、DNA の損傷が大きく、分裂には至らなかったんだ。2万8000年前の時を超えて、細胞に生体反応があるとか、すごい。本当にすごいよね。で、なんで細胞分裂までは、しなかったのか？というと、長い年月を経て、DNA がちぎれてバラバラになってると、誕生に必要な遺伝子が作られなかったりするからなんだ。結構繊細なんだね。そう、めちゃくちゃ繊細。だから生物が生まれるってほぼ奇跡みたいなもんなんだよ。生物ってすごいんだから。やばい、めっちゃ熱く語り出しそう。あ、そうだ。ところで、この論文は話題になったの？この発表は世界中の話題になったんだぜ。この論文は、サイエンティフィックリポーツという科学雑誌に、掲載されたんだけど、サイエンティフィックリポーツによると、2019年に発表された論文のうち、7番目に多くダウンロードされた発表だそうだ。おお、なんだか誇らしい。年間に2万4000本以上の論文が掲載される中で、トップ7だから、本当にすごいよね。そしてクローン技術でマンモスを復活できなかった。3つ目、最後の理由。クローン技術難しすぎ問題。羊のドリーって簡単そうに生まれたように見えない？あ、まあ、実はドリーって、277個の卵を13頭の羊に移植して、生まれたのがドリー、1匹だけなんだ。え、そんなに難しいの？そう、同じ種同士である羊で、しかも採取したばかりの細胞でも成功率は 0.36%。へ、ドリーの誕生から1年経っても成功例が報告されず、この研究は不正なんじゃないか？と騒がれたほど、ドリーの再現は難しいんだ。ちなみに、哺乳類の卵子の大きさは 0.12mm、細胞核の大きさはその20分の1である 0.006mm。扱うだけでも一苦労だよ。ドリーを誕生させた研究者の執念はすごいね。他にもクローンとして誕生した生き物っているんですか？ドリー以来、様々な例が報告されているよ。マウス、牛、ヤギ、豚、ウサギ、猫、馬とかかな。結構いるんだね。あ、ちなみに羊のドリーの名前の由来って知ってる？え？知らない。実は、この人がドリーの由来となった。ドリー、バートンだ。著作権の都合で流せないけど、I will always love you という、超有名曲を作った人なんだ。え？その人が羊のドリーと何の関係が？それにしても大きいおっぱいだね。正解。え？羊のドリーって、乳腺細胞から作られたクローンだ。え、まさか。そう、乳腺細胞つまり、おっぱいの細胞から。作られたからドリー。え？マジで？マジ？そんな名前の付け方でいいの？意外と研究者もそんなもんだったりするよ。続いてこちらは、最新の技術をこれでもか、と用いた、マンモス復活プロジェクトなんだぜ。率いるのは、ハーバード大のジョージ・チャーチ博士。最新の技術をこれでもか、って言われるとなんかすごそう。でしょ、実際、すごく面白いよ。じゃあ、詳しく説明していくね。
クローンマンモスの時は、マンモスの細胞核を使ったけど、チャーチ博士は DNA 情報を使って、マンモスを復活させようと考えたんだ。DNA 情報？そう、床を含めて、これまでに発見された、マンモスからたくさんの DNA が採取されているんだ。え？ DNA 情報があれば生物を作れるの？現在の技術ではまだ難しい。でも、すでに人工的に合成された DNA だけで、誕生した生物は存在するんだぜ。え、そんな生物がいるの？まだ世界で2例だけだけどな。へぇ、すご。ただそれは108万と53万塩基という長さの DNA なんだ。それって長いの？短いの？人は60億塩基なので、100万塩基はかなり短いね。ちなみにマンモスは40億塩基、合成はかなり難しい。40億塩基を合成しようとするといくらぐらいかかるの？ちなみに2023年の日本だと500塩基で1万円ぐらい。つまりマンモスの DNA を全部合成しようとすると、800億円かかる計算になるね。800億円。まあ、DNA の合成は長くなればなるほど高くなるので、800億円じゃ全然足りないと思うけどね。マンモスは諦めましょう。ちなみに、もし人工生物の話が面白そうと思ったら、まだまだ深掘りできるので、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。話を戻すね。少し前に、マンモスは象と遺伝子的に似ている。って話を覚えてる？確か、0.7% だっけ？あ、そう、よく覚えてるね。えへぇ？だからジョージ、チャーチ博士は、象の遺伝子をマンモスに変えることにしたんだ。え？どういうこと？意味わかんないでしょ？まずジョージ、チャーチ博士は、象とマンモスを分ける遺伝子を50個選んだ。例えば、毛を伸ばす遺伝子、寒さに耐える遺伝子、耳を小さくする遺伝子などだ。50個の遺伝子って多いの？少ないの？いい質問。象とマンモスとでは1600個以上の遺伝子に、違いがあるらしいので、違いという観点で見るとほんの一部だね。なるほど。一方、50個もの遺伝子を改変するのは、正直言って、正気の沙汰じゃない。ちなみに一昔前ならマウスの遺伝子を、一つ改変するだけで、6から12ヶ月かかってたんだ。それが50個って、完全に狂ってるぜ。ありえない発想なんだ。しかも象って妊娠期間が2年だから、一つの改変だけでも早くて10年とかかかるんじゃないかな？あれ？それじゃ、いつまで経っても、マンモス復活しないよ。あと6年って言ってなかったっけ？これを可能にしたのが、2020年にノーベル賞を受賞した、クリスパーキャスを使ったゲノム編集技術だよ。クリスパーキャス？ゲノム編集？新しい言葉が多いな。そう、ゲノム編集。ゲノム編集というのは、すっごくざっくり言うと、細胞内の遺伝子を直接改変することなんだぜ。中でもクリスパーキャスを使った方法は、安くて簡単に遺伝子を改変できるようになったんだ。へぇ。具体的には、マウスの遺伝子改変は1から2ヶ月に、一度に複数箇所の遺伝子を操作できるようになったんだ。あ、それを聞くとすごい技術なんだって思います。でしょう、2012年に発表されたんだけど、いつノーベル賞取るかなーって毎年話題になってたよ。ちなみに遺伝子の改変が簡単にできるようになったことで、困ったこともあるんだ。それは、人の遺伝子も改変できるってこと。え、人の遺伝子も？そう、ムキムキになる注射を自分に打った人もいるし、赤ちゃんを HIV に感染しにくくした研究者もいる。実は結構、倫理的に問題になってるんだぜ。確かに、なんか怖いね。もちろん、いい側面だってかなりある。2021年から販売可能になったお魚もいるんだよ。ちなみに、もしゲノム編集に興味がある方は、こちらもコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。何とぞ。じゃあ話を戻すね。いつも脱線するのはマリサですけどね。うぐ。さて、象からマンモスへの遺伝子改変については、2015年には14の遺伝子が組み換え完了していたと、チャーチ博士は報告しているぜ。え？ 1 遺伝子の改変20年かかるんじゃ？象そのものを遺伝子改変したらね。え？どういうこと？実際に象の遺伝子を一つずつ改変すると、こんなイメージだ。あ、牙だけマンモスになってる。そう、世代を経て徐々にマンモスに近づけていく。ってイメージだ。なるほど、これを50回繰り返すの？この方法だとそうなるかな。1遺伝子10年としても500年かかっちゃう。500年？さすがに無理だよね。だからチャーチ博士は象の細胞を培養して、その細胞の遺伝子をマンモス化したんだ。細胞がマンモスに？マンモスの形をした細胞ってことですか？ほんと、言葉だけだと意味わかんないよね。図にするとこんな感じだね。あ、なるほど。これならわかりやすいかも。でしょ？チャーチ博士はまず、扱いやすい細胞を使って、まずは遺伝子改変を行い、その後に、その細胞からマンモスを誕生させるという、手段を選んだんだ。賢いですねー。
ちなみにこの細胞を作るのに一役買ったのが、日本のノーベル賞受賞者、山中先生が作成方法を確立した iPS 細胞なんだぜ。なんだか誇らしいですね。本当に。ちなみに iPS 細胞技術の樹立にはドラマがあるから。もし興味があるならコメント欄にお願いします。ちょっとコメント取らないで。えへい？マンモスの話に戻るね。マンモス化した増細胞は作成できたとしても、ここからさらに大きな壁がある。まだあるんですか？細胞からどうやってマンモスを復活させるか？これが問題なんだぜ。え？クローンみたいに細胞から核を取り出して、ゾウに産んでもらうんじゃないんですか？よく覚えてるね。クローン技術同様、マンモス化したゾウ細胞の核を、ゾウの卵に入れるんだね。そうそう、これ。残念ながら、今回もこの技術は使えないんだ。やっぱり絶滅危惧種だからですか？そう。しかもゾウは妊娠期間が2年と長い。もしかしたらマンモスを妊娠したことで、ゾウに悪影響があるかもしれないんだ。だからチャーチ博士は、希少な動物を実験には使わなかった。え？じゃあどうやってマンモスを誕生させるの？だからチャーチ博士は、2017年に開発されたばかりの新しい技術を使おうとした。それが、人工子宮だ。人工子宮？また新しい言葉が。人工子宮については、この写真を見てみるとわかりやすいかもしれない。これはバイオバッグと呼ばれる人工子宮で、羊の胎児を育てることに成功したんだ。なんか未来感があるね。そもそも、なんで人工子宮が研究されているかわかる？全然わかんない。わかんないよね。ただ、意外とこの研究の目的はわかりやすい。もしかしたら10年後には、人の赤ちゃんにも応用されているかもしれないんだ。え、赤ちゃんにですか？そう、実はこの人工子宮を研究しているのは、子供病院の外科医なんだ。予定日よりも早く生まれてしまった赤ちゃんを、より子宮に近い環境で育てるために、研究されているんだよ。なるほど。もちろんまだまだ実験段階に過ぎないけどね。ただ、この人工子宮が使えるのは、羊で言えば105日から120日育った胎児、人で言えば22週から24週以降の胎児らしい。少し大きくなってからってことだね。だからまとめると、ジョージ・チャーチ博士はこの画像のように、マンモスを復活させようとしているんだ。もはや SF の世界ですね。本当にそう思うよ。ちなみに本当に人工子宮で育てるのかは、推測の域を出ていないんだ。チャーチ博士は2021年の9月に、16億5000万円の資金を調達したと発表したんだけど、その時に人工子宮の話が出たんだよね。もしかしてタイトルにもあった6年っていうのは？そう、この時に発表されたんだ。そのうちニュースになるかもしれないですね。そうなると楽しみだよね。ちなみにジョージ・チャーチ博士は2016年に、人ゲノム全部合成すると言って、世界を驚かせた人でもあるから、マンモスの DNA を全部合成したって不思議じゃない。マジぶっ飛んでる。本当にそう思う。もしジョージ・チャーチ博士について詳しく知りたい方は、コメント欄に、でしょ？あ、はい。一個の動画を作るのにめちゃくちゃ調べるから、どれからやろうか迷うんだよね。それは、頑張ってください。じゃあ、最後に少しだけ、恐竜復活についてお話しします。待ってました。ここまで長かったからね。うるさいよ。これでもだいぶ頑張って短くしたんだよ。わかったから、早く始めてくださいます。うぐぐ。まず、結論から言うと、恐竜の復活は極めて難しい。ただ2021年の発見で、本当に少しだけだけど、可能性はゼロではないかもね。という印象になったんだぜ。可能性がほんの少しあるかもしれないってこと？まだわからない。なぜわからないかを順を追って説明するね。まず、ジュラシックパークのように、蚊の琥珀から取り出した恐竜の力、恐竜が復活するか？というと、これは無理。え、そうなの？これには二つの理由がある。一つは DNA の半減期は約500年ってこと。半減期が500年。半減期とは DNA におい電気同士の結合が半分切れる期間のこと。ん？もっと簡単に説明して。あ、ごめん、すっごくざっくり言えば、500年で恐竜の DNA の半分が読めなくなるってこと。半分が500年で読めなくなるってことは、約150万年後には DNA は完全にバラバラで、読めなくなってる状態なんだぜ。マンモスは DNA 読めましたよね？そう、床は2万8000年前のマンモスだったからね。恐竜って何年前に絶滅したかわかる？1億年ぐらい前？惜しい、約6600万年前に絶滅したって言われてるんだぜ。あ、そっか、生きていた時代が全然違うんだ。そうそう。あ、でもマンモスが発見されたのは、マイナス70度とかの環境だったような？あ、寒いと DNA が長持ちするとかないの？いい質問だね、実はその通り。えへい？寒いと DNA はより長期間保存されるよ。
約500年で DNA が分解するのは、実は約13度の時。同じ研究チームによれば、マイナス5度の環境だと約680万年は持つんだ。それでも全然持たないね。そして二つ目の理由。まだなんかあるんですか？どちらかといえば、こちらの方が致命的なんだ。え、それは蚊が吸った血液であるということ。実は蚊ってたくさんの菌を保有してるんだ。例えばマラリアが有名だよね。確かに、蚊が病気を媒介するっていうよね。そう、つまり蚊の中には多数の菌がいるんだ。長い年月が経つと、蚊が体内に持つ菌の DNA と、恐竜の DNA は混ざっちゃうんだ。ちなみに新鮮な血なら問題ない。え？蚊が吸った血で犯人が特定されるなんて事件も、フィンランドであったし、日本でも蚊が血を吸って何時間なら DNA 型で個人を、特定できるか？という研究が名古屋大でも行われている。本当にいろんな研究があるんだね。ちなみに蚊に血を吸われてから48時間後でも、個人が特定できるけど、血を吸われて72時間後だと、個人の特定は難しいらしい。へぇ。話が飛んでしまったけど、恐竜の血の DNA は、バラバラになってしまった上に、蚊と混じってしまっているので、絶対に恐竜復活は無理だな、と思ってたんだよ。え、なんかまだ希望があるの？ほんの少しね。というのも2021年にこんな論文が発表されたんだ。7500万年前のヒパクロサウルスの化石から、DNA を検出した。おうおう、って驚いてみたけど、これってすごいの？すごいよ、DNA って150万年後には、完全にバラバラになるって話したの覚えてる？でもこの論文は7500万年も前の DNA なんだ。計算上はありえないんだよ。ということは、もしかして、恐竜復活も近いってことですか？それはない。ないのか。でも、蚊の琥珀と比べたらよっぽど可能性はあると思う。というのも、今回の DNA は恐竜の頭蓋骨の、軟骨組織から発見されたんだ。つまり、他の生物の DNA が混じってないんだよ。蚊の時とは違うんですね。明確に違う。ちなみにこれがヒパクロサウルスの細胞内に、DNA が存在していることを示す証拠だ。え？何ですかこれ？これ、DNA が存在しているところに、色がついているんだよ。赤いのとか、青いのとか？そうそう、ちょっと見にくいけどね。じゃあ、この DNA から恐竜は復活できるの？残念ながら、この DNA もバラバラで、論文内にも DNA を読むことができたの記載はない。ただ、DNA が存在することは確認できた、と記載されているんだ。DNA が読めると DNA が存在する、って、違うんですね。もし興味があれば。はい、コメント欄に、ですね。あ、うん。えへぇ？でね、今回染色ができたことで DNA が6塩基以上存在する、ということは明らかになったんだよ。6塩基以上？そう、DNA が6塩基以上ないとこんな風に、染色されないんだよ。さっきもちらっと触れたけど、塩基っていうのは DNA の長さの単位で、人だと60億塩基、マンモスだと40億塩基だね。じゃあ6塩基って、短すぎて何もわからない。ちなみに最も短い DNA を持つ生物は、寄生細菌のキジラミなんだけど、それでも16万塩基なんだ。16万？一般的な細菌だと200万から600万塩基ぐらいなので、6塩基だと全く何もわからないね。はぁ、やっぱりジュラシックパークは無理なのかなぁ。現状だと難しいね。さっきの論文でも、DNA の存在はわかった、までしか書いていないけど、研究者は DNA を読もうとしたとは思うんだよ。でも論文にはなっていないってことは、読めなかったってこと？多分、あくまでも類推だけどね。ただ、先ほどの論文はすごく大きな可能性を示してくれた。え？無駄な期待は持たせないで。それは、今後も恐竜から、DNA が発見される可能性があるっていうこと。あ、なるほど。今まで存在にさえ気づけなかったけど、軟骨細胞に DNA が存在する可能性が、あることは分かったから、もしかしたら、少し長めの DNA が、見つかる可能性があるかもしれない。かなり可能性は低そうですけどね。それこそ、マンモスの床が見つかった。シベリアからもし恐竜の化石が出たりしたら、もしかして、とか考えちゃうよね。実はマリサも恐竜が復活してほしいんですね。そやね。これからの発見に期待だね。今後、マンモスや恐竜で面白い発見や発表が、あったらまた動画にしますので、楽しみにしててくださいね。では、今回の解説は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも世界で最先端の科学だったり面白い生物学について、できるだけわかりやすくお伝えしますので、科学好きの方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。また、ここが面白かった、とか知らなかった、とか、コメントいただけたら、めちゃくちゃ励みになります。ちなみに、古代生物が復活するとしたら、どんな生物に復活してほしいですか？
ぜひぜひコメントお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。